はい、皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好き乳酸です。今日から以前も紹介させていただいた国際大会が3月2日から13日にかけて始まります。名前はコミュニティワールドカップです。こちらの大会の日本語配信をさせていただきます。コミュニティワールドカップは4対4のチーム戦の大会です。今回のコミュニティワールドカップの選手はこちらです。今回のコミュニティワールドカップは公募制でしたが、参加選手一覧を見ていると結構名前を知っている方も多いので、レベルの高いチーム戦が繰り広げられるのではないかと今から楽しみにしています。日本からは6人の選手が代表として応募しています。日本の選手はコーヒーさん、ももさん、田中さん、アネモネさん、ライズさん、ルルちゃんです。各選手に意気込みなどを聞いてきているので、配信中などにも紹介させていただきたいと思います。先に知りたいという方はもうデチェの森で選手紹介記事がもう公開してあるので、そちらをご覧ください。今回のコミュニティワールドカップのスケジュールはこちらとなっております。まずはグループ戦があり、そちらの上位2チームがベスト4で、3月9日か3月10日に試合を行い、そちらの勝者が準決勝戦、ここからは BO5 ですねが行われます。その次は決勝戦という形になっております。日本は D グループに所属しているので、ベトナム、中国に、シンガポールと戦っていくような感じです。大会のルールはポイント制で勝敗が決まります。各試合の順位に応じたポイントがつくので、合計ポイントが多いチームの勝ちになります。今回のコミュニティワールドカップのポイントはこちらとなっております。1位が9ポイント、2位が7ポイント、3位が6ポイント、4位が5ポイント、5位が3ポイント、6位が2ポイント、7位が1ポイント、8位が0ポイントとなっております。もし合計ポイントが同点になってしまって勝敗がつかない場合は、こちらの基準で勝敗をつけていきます。まず優先度が一番高いのが1位の回数、勝利回数の比率が高い方、2番目がトップ4の勝利回数の比率が高い方が進出で、 3番目が総勝利ラウンド数と勝利回数の比率が高い方が勝利という感じになっています。その他の細かいルールは別途選手の方に大会概要、大会ルールが配られているので、そちらにのっとって試合をしていくような感じとなっております。今回のコミュニティワールドカップには賞金がついておりまして、6000ドルです。日本円に直すとだいたいゼロ2つ増えると思うので、60万円くらいが賞金となっております。今回のコミュニティワールドカップの配信は私たちのチャンネル乳酸海峡の YouTube で行われます。配信スケジュールは基本的には乳酸の Twitter やおどちの森のサイトを更新していきますので、ぜひですね、チャンネル登録、 Twitter のフォロー、おどちの森のサイトのブックマークをよろしくお願いいたします。また乳酸海峡のチャンネルで行われるコミュニティワールドカップの配信を視聴すると、抽選で1名様にゲーム内アイテムが当たりますので、ぜひですね、こちらのキャンペーンにもご応募お願いいたします。でこちらの抽選の1日の上限が1名様ということなので、毎日配信をできるだけしてたくさんの方にプレゼントできればいいなと思っています。キャンペーンの内容はこちらです。乳酸海峡のチャンネルで行われるコミュニティワールドカップの配信を視聴すると、抽選で1名様にゲーム内アイテムが当たります。当たりが同一プレイヤーの場合は2回までが上限です。プレゼントの内容はショップで販売中の任意 SSR テスバン7日間体験カード、もしくはドーナツボックス銀10個です。応募方法は配信中に Google フォームを共有しますので、そちらに希望のプレゼント内容を、棋士名、棋士 ID の回答をお願いいたします。こちらのキャンペーンは私の方で皆さんの ID を集めて、抽選自体も私が行う必要があるみたいなので、配信の最後に抽選会を行います。毎回の配信の抽選応募の締め切りは最後の試合のリザルトの感想のお話が終わるまでとさせていただきます。
まあ、その最後話しするときとかに、もし覚えてたら何分までとかアナウンスできたらいいなとは思うんですけども、基本的にはリザルトの感想が終わるまでというところにさせていただきます。日本の応援配信時には解説をお呼びしています。日本が出てないときは、あと他の国同士の試合の観戦配信を行いますので、そちらをぜひですねご視聴お願いいたします。今回のグループ戦の配信スケジュールはこちらとなっております。本日3月2日はあと21時50分からカザフスタンとロシアの観戦配信を行います。22時から試合が行うので10分前にと配信を開始しています。まあ、今回の試合はあと音手配でも結構活躍されているRU ジハールさんのチームとカザフスタンが対戦されます。ロシアの流行りの構成とかが知れるんじゃないかなと期待しています。次の日の3月3日は同じ時間からベトナム対中国にの観戦配信です。強豪の多いベトナムと、まあ、日本とも試合する中国にとの対戦になりますので、注目の対戦になるのかなと思っています。3月4、3月5日は日本の観戦配信となりまして、シンガポールとベトナムとの試合となっております。カスタムとかランクで成績を残されているダメゾウさんとキンピラさんを解説としてお呼びさせていただいておりますので、あと日本の選手のと立ち回りとか活躍等とお二人の解説、どちらにも注目が集まる配信になるんじゃないかなと思います。3月6日はあとラオス対中国の観戦配信となっておりまして、まあ、日中間ベトナムでも強かった中国の選手が集まっているので、まあ、立ち回りとか、まあ、ランクマンの参考にもなる試合になるかなと思っているので、まあ、気になる試合ですね。3月7日は時間が変わりまして19時50分から中国に VS 日本の観戦配信をします。解説にはボンコツさんをお呼びさせていただいておりまして、ボンコツさんはチーム戦でも活躍されていた方なので、まあ、中国にと日本のぶつかり合いとボンコツさんのチーム戦ならではの解説が楽しみです。まあ、今回はあと配信のお知らせと、まあ、大会概要のちょっと確認みたいな感じになりましたので、動画は以上となりますが、今日からの配信ですね、ぜひ皆さんに見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。